京都市交通局500系電車、京都市交通局500系電車、京都市交通局500型電車は、かつて京都市交通局、京都市電が所有していた路面電車車両である。1924年から1928年にかけて40両が製造された。大正期の京都市は日本の他の大都市と同様、拡大の時代であった。明治期に実施された琵琶湖疎水の建設や水力発電の開始、その電力を活用して京都市街と京都の河口である伏見港を生んだ日本最初の営業用の電車である。京都電気鉄道の開業と市内中心部への路線網の拡大、明治末年に行われた三大事業、道路拡幅、市電の建設、上下水道の整備などによって、近代都市にふさわしい都市インフラを整備した。また、京都帝大をはじめとした高等教育機関の設置は、現在に続く大学の街、京都の原型を作るもとなった。こうした施策の結果、京都市は、明治初年の東京テントのショックを克服して、京都市とその周辺部に人口や産業の集積が見られるようになり、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸といった都市と共に六大都市と称されるようになった。そして、京都市域からあぶれた人口や産業は、北部の周辺地域を中心に、住宅立地が盛んとな、西南部を中心に、繊維関係の工場が多く立地するようになり、どちらの地域も京都市とのつながりは日常不可欠なものとなった。このような状況を踏まえて、京都市は1918年に周辺の町村を合併して地域を拡大し、1921年には市街地のスプロール化を防ぐために、これらの新市街地と従来からの京都市街地を含めた形都市計画決定を実施し、現在の京都市街の骨格を形作るにし、王子通や球場通りなどの外郭線や、その外周道路となる北山通や十条通りなどの建設、道路拡幅が決定された。一方、1912年に開業した京都市電は、1918年に京都電気鉄道を買収して、路面電車事業の市営一元化を実現させ、大正末期から、昭和初期にかけて、旧京電東回り線の後期化、寺町、木屋町通りから河原町通りへ、路線付け替えや1918年の合併地域への路線延伸が進められるようになった。車両は、開業時に投入した後期1型で賄っていたが、路線の延長に伴い車両が不足することが予想されたほか、既存路線においては、乗客が増加していたことから、京都市電においても大阪市電線 1.1081 型や神戸市電 C 社、E 社、I 社、J 社、車、後の500系で実績のある3扉、大型ボギー車を導入することになり、500型が登場することとなった。本形式が500型と一足飛びに大きな形式を与えられたのは、従来の単車とは違う画期的なボギー車としての位置づけからであり、その後登場した単車グループは300系、200型と逆戻りする形で形式が与えられた。その後、600型が登場して、他都市同様登場順に形式が与えられるのかと思われたが、戦後に登場した大型ボギー車の1000型が500系、同様の理由で、一足飛に大きな形式を与えられ、その後登場した中型ボギー車は800系、900系、700系の順番に登場して、形式が行きつ戻りつして与えられるという、他都市では見られない特色の元となった。500型は製造時期によって501から 510.511 から 517.518 から540の3タイプに分類される。全長約 13.5 メートルの箱型車体で、屋根はシングルルーフで、お椀型ベンチレーターを6基取り付け、側面窓配置 D222D2D2D、D、客用扉、数字、側窓数、前面窓配置は3枚窓で中央窓がやや広く、中央倉下にヘッドライトとその左右にトロリーレトリバーを取り付け、中央窓上に行き先方向幕、その右側には経由地表示用の方向幕を設けた外観は3、タイプとも共通であるが、501から517に、比べると518から540は幕板がやや広いといった違いがある。また、塗装は後期1型と同じ腰板下半分が白、その上が茶色であった。501から510は1924年に田中車両で製造された。台車は JG ブリル社製、ブリル 77E1 を装着し、主電動機は 30kW 級40馬力のものを各台車に1機ずつ計2機搭載していた。511から517は1925年に同じく田中車両で製造され、外観及び伝装品に変わりはないが、台車がボールドイン64から 20R に変更された。518から540は昭和天皇の即位のご退典配管客輸送に備えて1928年に梅鉢鉄工所で製造されたが、台車は国産の住友金属工業 KS-45L に変更された。ブレーキ制御弁は全車 DH-16 を装備した。内装は外観がシングルルーフであったが、天井はセミダブルルーフ調となっており、シートエンドも木製の古風なものであった。室内灯は511から517が傘状の灯具であったのに対し、518から540はグローブ状のものに変更された。警笛はタイフォンとフートゴングを用意したが、タイフォンの音が大きかったこともあり、戦前はフートゴングのみの使用であった。このように、500型は同時期に登場した大阪市電1501系、1601型や神戸市電 J 車、K 車、L 車に比べると、ややクラシカルなイメージを持つ車両として登場しており、どちらかというと1世代前の大阪市電 1001.1081 型や神戸市電愛車に近い車両であると言える。また、500型と 300.200 系のように3扉、大型ボギー車が登場した後にスケールダウンした、一重が登場した例は、大阪市電における1081型と701系の関係にも見ることができるが、500系40両の後に 300.200 計量形式が合計143両も登場した京都市電に対し大阪市電では170両も作られた1081型に対して701型は30両しか製造されなかったことから当時の京都、大阪両市電の輸送需要の差を垣間見ることができる。最初に登場した501から510は都市計画軌道延長事業の烏丸線、烏丸今出川上総町、後に烏丸車庫前と海昌から植物園前、中鴨橋西詰間延伸に合わせて1924年2月に登場し、当時離れ小島であった伏見線、伏見線と他路線との接続は1927年に実施と1926年に改め期して線内単独運行であった。毛上線を除く、後期線の全路線で営業運転を開始した。翌年登場した511から517ともども、輸送力の向上に寄与し、京電東回り線の後期移設路線である、河原町線の南進や、その前後に開業した東山線熊野神社前から100万間、京都大学及び、京都大学学部附属病院と、旧制第三高等学校の敷地の中央を、北進したことから、開業当初は大学線とも呼ばれたをはじめ、新京阪連絡路線として開業した、丸太町線千本、丸太町円町間及び西、大路線円町西王子市場の開通に伴う、需要増加に応えた。そして、1928年11月の昭和天皇の即位のご退典輸送においては、心臓間もない518から540を含めた、500系全車は配管輸送の主役を務めた。しかし、その後は昭和初期の大恐慌に巻き込まれたことから、市電の利用客は、低迷、路線延長は、西園寺金持ちの京都邸の敷地の一部を譲渡されたことで直進が可能となった、今出川線河原町今出川百万馬をはじめ、丸太町、大宮、西王子、北王子、七条、九条の各線区で、失業対策事業の一環として工事は進められたが、1929年以降は車両の増備は一切なく、延長に伴う車両増も既存の車両を活用することで賄われた。この間に500形は茶色一式に塗り替えられた1929年11月の時点ではまだ旧塗装車が存在したことが絵はがきで確認できる。不況下で乗客数の低迷が続くと京都市電では大型の500形を持て余すようになってしまった。しかし京都市電気局では後期1型も老朽化していたこともあり、その後継車をどのようなものにするのかについて検討が開始された。そのような流れの中で当時登場していた大阪市電801系、901系、神戸市電600型といった汎用性の高い中小型車に帰し、1935年から1936年にかけて514から517の4両の台車、伝送品を活用して、汽車会社、川崎車両の両社で小型ボギー車に改造した。改造内容は、車体を全長 10.7 メートルの箱型の小型車体に乗せ替え、それに伴って、側面窓配置も 1D8D1 となったほか、側窓も京都市電初採用の2段上昇窓となり、ドアも運転台横のハンドルで開閉を操作する2段引き戸となった。また、側面窓の天地幅が拡大したことから、前面窓もそれに合わせて拡大されており、前面幕板部には当初オレンジ色の標識灯が取り付けられた。車体は 514.515 と 516.517 では大きく異なっており、前車は屋根がやや深くて、幕板が狭く、比較的平凡なスタイルになっているのに対し、後車は屋根が浅くて、幕板が広いという、後年登場した大阪市電1301型と似たイメージのスクエアな車両であった。塗色も茶色一式から、戦後の大阪市電によく似た上半クリーム、下半マルーンのツートンカラーに変更され、この塗装が従来車の標準色となり、他の500型も含めた全車の塗装変更が実施された。このほか、塗装試験車として2グループのうちどちらかが緑色一式で登場した。ちなみに、乗せ替えられた元の大型車体は操車場の詰め所などに活用された。514型の運用実績をもとに、翌1937年から戦前の京都市電を代表する600型が登場したが、600型は514型とは似ても似つかぬ優美な流線形車両として登場し、それまでの京都市電のイメージを変えただけでなく、神戸市電のロマンスカー700型や大阪市電の流線型901型とそのモデルチェンジ車である2001系、2011系、阪神国道線の金魚鉢71型や名古屋市電1400型と並ぶ戦前の日本の路面電車を代表する車両となった。そこには514型の面影を見ることはできないが、514型は600型にメタモルフォーゼするためのさなぎの役を務めた必要不可欠な車両であると言える。1930年代後半に入って戦時体制が急速に強化され、京都市内においても軍需工場が建設されるようになった。また、燃料統制によってバス路線が削減されると、その分の利用者も市電にシフトするようになった。こうしたことから、当時の京都市電唯一の大型車である500型は、久しぶりに大量輸送に活躍する機会を与えられた。ところが、太平洋戦争末期の1945年に、500系のラストナンバーである540号が、貨物電車に改造され、同年4月5日から、京阪京神線、石坂線に乗り入れるようになった。540号が選ばれたのは、1936年に主電動機を東洋電機製造社製のものに換装し、ギア比も高く改造されていたためであった。その改造内容であるが、同車の屋根及び座席を撤去し、運転台と車内の間に仕切りを設け、ハンドブレーキを設けるというものであった。539号も同様の改造を受ける予定であったが、実施されなかった。その貨物の内容であるが、往路は京都市民の排泄物を石坂線沿線の農家に運び、帰路は農産物を京都市内に運ぶというものであった。当時は京都市内における下水道普及率も低く、1939年に鳥羽処理場、現在の鳥羽水環境保全センターの運転が開始されると、1934年に開業していた吉祥院処理場、現在の吉祥院水環境全センターの運転が20年近く休止されるなど、下水処理は汲取が主体であった。そこで、汲み取った排泄物を有効活用し、食料を増産に役立てるべく、輸送手段を確保するために、東山城に渡り線を設け、市電と京浜線の貨物電車が乗り入れを開始した。しかしながら、京浜線の急勾配は500形にとって苦しいものがあり、主電動機の過熱を防ぐために、篠宮駅で長時間停車余儀なくされた。この試業運送は1946年8月まで実施され、終了後540号は復元改造を実施された。この他にも514型の二段引き戸を2枚折り戸に改造したが、戦後に従来の二段引き戸に復旧され、同時に自動ドアに改造された。また、都色も600型と同じ濃いベージュとグリーンの2トンカーに変更された。また、600系登場後、伏見線の勧進峡以北と稲荷線の軌道中心間隔が拡幅されたことから、同区間に500型も入線するようになった。そして戦後に勧進峡以南の軌道中心間隔拡幅工事が実施されると、500型は他形式同様中諸島までの乗り入れを実施した。500型は1949年に登場した線。軽同様、後期線の全車庫に所属して、全路線で大きな車体を生かして大量輸送の主役となった。また、514型は、身部車庫に配属されて、同車庫担当の各系統に運用される傍ら、太平洋戦争末期に、毛上げ線などの資材を転用して開業した梅津線で、1958年の同線のトロリーバス化まで、ほぼ専属的に使用されるようになった。1950年代の初めには535号がパンタグラフの試験車に選ばれるとともに、内装も一時セミクロスシートに改造された。この他にも主電動機の換装が実施され、37.5kW、50馬力に出力強化されたが、前述のように540号について、戦前に主電動機の換装が実施されていることから、地道に出力強化改造が行われていたと思われる。その後1956年にはビューゲル化が実施され、1958年には中央扉の閉鎖とその部分への座席設置改造が実施された。京都市電の最古参車となった500系であるが、アンダーパワーで京都市電唯一の手動扉車というハンディキャップはあったものの、最晩年に至るまでラッシュ時を中心に、その輸送力を発していた。中でも、伏見、稲荷線では、防備以南の究極線の関係で、500型が入線できる車両の中で最も大きかったことから、ラッシュ時のみならずレータイムにおいても重宝された。しかしながら、経年による老朽化は進行しており、1968年に5両が、まず廃車となり、翌1969年にも5両が廃車された。そして1970年3月の伏見、稲荷線の廃止に際しては、お別れの装飾を施さ、514型を含めた、残る30両全車が廃車となった。505号は、廃車後に交通局により通常は、非公開で保存されていたが、2014年3月8日に、梅小路公園内に開設された、市電広場に移され、公開保存されている。市電広場への移設にあたり、車内はカフェに改装されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。